さあこれからみんなで三重県桑名にある花広場といういろんな果樹とか木の苗を売っている苗屋さんにみんなで行ってきます。というのもここ色川で坂井康さん園子さんという方がフォレストガーデンって聞いたことありますかね。食べられる森とか言われますけども、いろんな多様な植物が立体的に多層的に育っている森をみんなで作っていこうということで、みんなもね一本ずつ苗を買ってその場所に植えようということを話して買い物に行ってきます。僕もうちでそういうフォレストガーデン、みんなの森を作れたらいいなと思っているので、どんな苗と出会えるのか楽しみにしています。皆さんも一緒に買い物をしている気分になってください。それでは行ってきます。はい、今向かっています。はい、一緒に園子さんとミヤさんです。ね、みんなで苗植えようということで、はい、でそのフォレストガーデン作ります、ね、その場所はもうフェンスで囲えて、うん、昨日おとついね囲みましたよ、うん、獣対策用のフェンスができてもう植えるばかりということで、ね、どんな苗があるかワクワクやね。めっちゃワクワクそうそう、いろんな種類があるから ね、 ね、楽しみです。楽しみ。え、園子さん何植えようっていうのあるんですか。まずはヘーゼルナッツがちょっと弱ってるからもう一本植えたいなっていうのと、うん、いいですね。ミモザが枯れちゃったから、うん、ミモザをねちょっと見たいなと思ってるのと、うんうんうん、まあ、そんな感じかな。なんかすごい広い苗屋さんなんですよね。めちゃくちゃ広い、めっちゃ広い見れるかどうか。え、園子さん行かれたこともあって、あるある、2回ぐらい行った。2回ぐらい行って、うんうん、私はその時はバラを見たくって、うん、バラの種類がそれもめちゃくちゃいっぱいあるから、うん、でその時ちょうどついでにブルーベリーも見たけど、すごい種類が多い。あ、はい、なので楽しみっていうか、あ、ウミガメやもん。あ、ほんと。ちょっとだけ休憩休憩、はい、僕が気になったのは、はい、まあ、リンゴとか桃とか、うんうん、あとはいいよね、うん、まあ、スモモ、プラムとかね。あ、それはきっと育つ、ね、うんうん、フェイジョア、フェイジョアいいよ言ってましたよね。え、育ってます。うちだから日本結構ちゃんと育ってるよ。お、ね、どうやろうな、腰ぐらい、もうちょっとかな、肩ぐらいまで育ってるかもしれない、うん、日本、うん、食べました。いやいや、まだ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 、なんか木を育てたいから去年はねちょっと花を見て花摘んだ、だから木を育てたかったらやっぱり実をつけない方が早く育つかなと思って、去年はもう一切こう花だけ見ました。楽しみ。はい、え、ミヤさんは何か気になるもの。あ、まあくるみとか。くるみいいね。はい、であとね、うん、アカシア系とかね、ウメの話とか、いい、ね、あとはちょっとねプルーンとかもどうかな。あ、いいよね。プルーンの実家であって、今ちょっと木買っちゃったけど、うんうん、すごく大量になりすぎて、いいないいな、それはいいやん。もうカゴいっぱい、めっちゃ美味しい。それでそんなカゴいっぱいでさ、こう世話いらずのやつってな、うん、すごいいいやん。ほんとや、うん、でなんかシナモンって言ってたもん。あ、そうそう、シナモンの木、シナモンの木を育ててるおばあちゃまがいて、うんうん、立勝浦の太田の、太田の、あ、そうなんや、はい、樹皮よね、あのシナモンの香りをね。そうそう、シナモンのあのその皮を取ることはないかもしれないけど、うん、でも、あ、シナモンの木と思ったら可愛いかなと思って、うん、へえ。やっぱナッツ系とかね、いいよね。そのヘーゼルナッツとかクルミとか。そうそう、うちね、クルミあるよ。ある、うん、あるんやけどね、うん、なんかね、真ん中に育つ枝をチョンって切ってるんやんか、うん、ほんで、刈り屋でね、かなりね、もう2メートルぐらい大きくなってきたやつを掘り起こしてちっちゃくして持ってきてるからね。あ、ちょっとかわいそうなんやけど、ね、ちょっと去年花が少し咲きました、うん、へえ。だから、クルミもすごい大きくなる木やから、あ、ちょっと植える場所考えなんかあの欲しいなと思った。でもあれね、ヤス君が食べた鬼ぐるみの、うん、あの種をまいてやったやつが今だから、うんうん、種まいても結構大きくなると思うよ。おでもなんか果樹ってなんか挿し木で育ててるじゃないですか。なんか、あ、でも種からやるとなんかその性質が変わるっていうか、そうそうそう、ね、分かんないんだよね。同じ性質のものができるか分かんないけど、なんかやっぱり店で売られてるのは全部挿し木というか、でもまあ種から育てるとどんな味になるのかっていうのもなんか楽しみで、
で、挿し木って結構できるもんなんですか？それはそのものによるし、そのものによる。なんかね、月桂樹はすごいつきにくいんやって、うん、泉ちゃんが欲しがってはったんやけど、うん、うちにある月桂樹を挿してるんやけど、うん、まあまだ死んでないからあれやんやけど、ついてるかどうかもまだわかんないんやけど、キウイとか結構すぐつくみたいよ。あ、なんかイチジクとかすぐ行きましたね。めっちゃすぐついたよ ね、うん、あれはね、ほんと、うん、そういうものはね、買わなくても、もう自分で育てられるっていう。これね、みやさん、これこれ、レイコーレイコーっていう品種、はい、の小さいやつ、はい、やった、ありがとう。もうこういうね、みかんが植わってたもうパラダイス感が広がるから、そう、もう僕も今日はみかん、何か柑橘系をゲットしたいと思いますね。うちさ、白縫いがあって、うん、こっち側に金柑があって、うん、でこっち側に清見がこう段差があってあるんだよね、うん、こう見たら黄色黄色黄色ですごい嬉しくなるよ。いい、めっちゃいい、実がついてるから今すごくいい、うんうんうん、夢を膨らませながら、はい、行ってます。はい、もうすぐ高速です。はい。お、着きましたね。あー、やっぱり広いなこれ。どこから入んやろ。あ、ここ、なんか苗がいっぱいある。あるよ、すごいよ、すごい数ある。やばいよ、これ耐えられへんね、これ。鼻血がない。あー、これシュロ欲しいな。着きました、やった。うわー、なんやこれ。すごいよ、すごい。まあ、この辺見とこうよ、ほんなら、ね、みんなね、車でも。うわ、なにこれ。あ、お花とかね、いっぱいあるな、うん、あ、なに、オリエンタル、あ、ユリか、サブランカも。すごい。わ、ヒヨシンス、こんなに。お花畑。ヒヨシンス、そう、あの、花木のやつでさ、全然育てへんから、これ買って帰ろうかな、一本。さっきそうなやつがないと、あ、でもちょっとまだ早いか。これ何？ソテツみたいな。そうやね、すごい。アロエ、それ。アロエじゃなくてね、アガベだから。アガベ、シロップ。うん、アガペシロップとか。いけてて、へえ、15,000円プラス税、あ、結構いい値段するの。あ、こんなん18万か。あ、やっぱす、あ、そうなんや。おー、すごいね、ピンキリやね、苗。わ、柑橘出ました。これ、うん、柿やな。あ、柿か。ここがほら、あの、アプリコットとかあるよ。プラム。プラム。お。いくらぐらいするんやろな、1000円ぐらいやな。あ、手頃な値段。買えるぞ、プラム。今。へえ。もうプラムだけでもいろんな種類。はい。ヤスさんと合流。今回は何を探してます？まあ、自分で食べたいと思ったのはあんずなんだけど、あんず、うん、あんずだけでも、ん、信州、近江、新潟、近江、平和、ハーコット、ゴールドコット、もうあんずだけでもいっぱい、それがプラム、そして桃、いっぱいあります。生食のあんず、生食できるやつねえ、甘みの中に適当な酸味、いいやん、一本でなります。いいやん、いいやん、一本でなるっていうのいいですよね、うん、まあ、全部一本でなるって書いてある。その寒地暖地どっち向きとかいうのは、桃は結構難しいっていう、うん、もうあの品種改良の結果、ああいうとても繊細な果物ができちゃったわけじゃない、うんうんうん、でそれを守るために、あの、梨とともに農薬の使用量が一番多いって言われてるんです。ああ、原種に近いというか、まあね、うん、そういうものが強い。そうそうそう、なるほどなるほど、と思います。ちょっと桃迷います、うん。
ありがとうございます。プラム、これは育つと思うので買っていきます。サンタローザよろしくね。欲しい品種が、うん、私が欲しい品種はあった。え、フェイジョは？そっち側、うん、あ、でも、そっち回って。レモン、ムベ、あ、アボカド、880円。おー、あ、これフェイジョは？これ全部フェイジョ、うん、お、ここ全部？そう、マンモスが私欲しくて、これ1個しかない。これ品種によって値段が違うね。アポロ、アポロスペシャル。あー、アポロね。あ、こういうやつか、フェイジョアって。あ、じゃあさ、もう私これ欲しいけど、うん、トランクスってどんなんかな。トランクス、これはこれトラスクトランクスちゃうやん履くやつじゃないなんか職人すごい星がついてるで、ね、トラスク。こんな道あるじゃん、5つも。ほんまやな、うん、大きい実2200円。買えるぞ。うーん、やばいね。やばいなこれもうなんかちょっと変えられへんね、これ。変えられへんな、なんかここに住むみたいな感じなんじゃないフォレストガーデン、ここに住むかも作らんでもここに住めない。ほんまやな、ほんまや。これ大きい実やで、東海、山桃。これが、ここが東海やな、大きい実。わあ。最大級やって、これ500円玉超。オスとメスがあるの。3000円プラスで。でかいの、やっぱ高いわ。山から挿し木で育てるか高いやつな、これちっちゃいやつがあるんですよ。だから2本買わなくても、あ、そういうこと、ね、1本買ってもらったらうちは1個提供できます。でも5000円台は高い、これは高い。ポポね。あ、ポポか、へえ。マンゴーっていう種類のポポ。うん、そうじゃない、マンゴーを思わせるような風味。そうやね、そうやね。うちでもフォレストガーデンを作ろうと思っていて、そして、自分は上に行けないけど、自分の木として、育ててほしいという方がいてくださって、そして苗代を提供してくれるということで、その方の木を、探します。その一つのグミですね、これは、着物をリメイクしてくださった横井悦子さんが欲しいということだったのでプレゼントに買っていきます。これびっくりグミ、まあ、1本であんまり結実しないようなので、このびっくりしないグミにしようかなこれを、あー、ちょっと高い、これちょっとびっくりするな、これじゃあちょっと変更しましょうかすぐに変えた。夏グミと秋グミというのがあるそうですね。まあ夏になるか秋になるかっていうことかな。食用となり果実酒など利用されやすい、秋には果実が熟するから、へー、後から秋組。秋組、じゃじゃん、1000円プラスでお手頃決定いや、可愛らしいですよこれ、秋組ね。え、これ横井悦子さんの木、これにします。はい、ありがとうございます。どこだ、これブルーベリーがあって、こっちの方に、あ、ブラックベリー、ラズベリー、この辺だ、探そう。あ、このシャルロットリュスあ、すごい、四季なり放散性というので良さそう、人気品種。あ、これ手羽島のトモエルさんのところで育ててたやつだ。あ、これに決定します。林トッシーさん、このシャルロットリュス決まり、ありがとうございます。発見アルプス乙女クラブアップル家庭リンゴ、これは、寒い場所じゃなくても育つそうなので、トモエルさんのところで植えたこのアルプス乙女、よろしくお願いします。アップル食べたいのでゲット、嬉しい。
桃は難しいということですけど、やっぱどうなるか実験の意味を込めてこのお手頃な大久保さんをゲット。家庭栽培用の桃として定評があるということでいいかも。さあ、何が何？スーパー巨木なんだよ。あ、これ佐藤楓で40メートルの巨木になり、で大体こうあったかいとこでその糖蜜が取れたっていう話を聞いたことがないんだけど、はい、アメリカの北東部かカナダかそういうとこで取れるもんじゃん。寒くないとっていうこと？そうそう、だって寒くないとその樹液が濃縮されて甘くならないんじゃないかと。あ、これわらくんが言ってたやつ。そう、あ、メープルシロップね。へえ、ちっこいね。これが巨木になるんだ。ほんとだね。山帽子食べたいな。山帽子、あ、山この子身を食べる。どの品種はどれにしようよ。山帽子うちあったんだけどな。ヘーゼルナッツ、あー、ヘーゼルナッツいいね。結構でもしっかりとしたお値段するんだね。ヘーゼルナッツ、これは3000円ぐらい。ヘーゼルナッツどれかゲットしよう。どれがいいかな。このコスフォードとロードゼラヌート、これなんか生でも食べれて美味しそうなのでこれで行ってみようかな。2本あった方が実がなりやすいということなんで1種類ずつ買います。ちょっと清水の舞台から飛び降りようかな。3000円の買い物ってな、ね、いつもこんなポンポン買わへんからね。なんかここのバーがそうさせるのか。そうやわ。でも1本はあの先輩が買いたいということで出してくれるということで僕は1本。泉ちゃんどれがいいかも。あ、それ強いかもね。これ強そうね、うん、ちょっとイケイケな感じするよ。、うん、じゃあこれはつやこ姉さん、つやこ姉さんの木です。おー、つやフォード。ツヤフォード。無理やりすぎひん。ツヤフォードの隣に僕のロードゼラヌートか。カシグルミ、オニグルミ。あ、これが在来種。オニグルミって耳ほじる。あ、これがいわゆる西洋グルミ。あ、なんか皮が外れやすいって聞きました。あー、カシグルミ手頃な値段や。1000円。あ、これいい。じゃあこれよしこさん、このカシグルミに決定です。パン作りに使ってくれるかも。もう何年かかかるかな。うん、じゃあ私これ、アーモンド。これはよしこさん、つやこさん、みんなの木ということでこれにします。ナッツが取れたらいいですね。すごい、ここみかん柑橘系がずらーっとある。これは迷いそうな。また、まあ、近江金柑ね、このシワシワのやつよ。へえ、これうちの実家で植えたら、うん、今はなんかこのぐらいになってできた。あ、鏡餅に乗せるぐらいなサイズにはなる。あ、そうなんですか。へえ、分かんない。これだ、これ金柑、雑柑。これバンペイ、こんなでかく。ああ、でっかいやつ。へえ、ちょっと興味ある。分担とかね。分担。あ、はるかちゃんあった。これこれこれ、あのうちで食べて秋とめっちゃ美味しいなって言ってた品種。あ、これあった。2年生苗で2500円プラス税。1年生でいいんだけどな。すいません、ありがとうございます。1年生の苗、全部1年生の苗で、大きいやつから入荷が始まってくるんですよ、うんうん、なんで大きいやつから順番に来ると手取り並ばなくなっちゃうので。あ、はい、みかんいろいろゲットしました。はるかに甘夏発作、白縫いなど植える時期は3月中旬以降がいいと言われましたね。こう葉っぱがついているもの、まあ葉っぱがもう落ちているものは、まあ、今でもいいと教えてくださいました。
よし、最後気になったフェイジョはやっぱりこれを買います。1本で自家結実性ありということなので、このトラスクという品種を買います。おー、ティーツリー。ティーツリーね。これはなんかメラレウカのかな、あの蒸留水みたいな。ねえ、うん、あの精油を取るっていう。そう、いい匂いのね。そうそう。なんだ。うちも掃除で使ってる。あーね、シュッシュするやつ。うん、そうそう、そうだよね。あー、野菜苗もいっぱい、いろいろ。うん、ハーブ？パクチーがさ、58円だって、お手頃やんな。お手頃やんな、しかもなんか木見てたから、すごい安く感じる。そうそうそう、100円切っただけでさ、ね、なんて優しい人たちって感じだよね。3つくらい買っちゃおう。資材感もある。あれ欲しい。これすごいな。めっちゃかっこいい。ねえ。こんなのさ、庭にあってもいいよね。お買い上げしますこれ。これいくらですかこれ。あ、59万。59万。あー、すごいな。君はここの主だな。まだまだ何時間でも入れそうですけど、2時間ちょっと、買える時間になりましたのでお会計です。1650円、はい、25,190円です。はい、カードで、はい。ナイロンネットを追加しなきゃいけないのかな。 OK。 どうしたらこのよし、ここで指名されるんだけど、花広場ありがとう。いやー、楽しかった。楽しかったね。もう本当にゆっくり見れたらもっと良かったけど、ね、まあそれは仕方ないことだ、ね。いや、前もって見てて良かったです、あれ。そうやろ、ページは一つだけでも。でも私、マンモスはずっと欲しいと思ってたから変えて良かった。あー、良かった。良かった、よかった。楽しかった。楽しかったね。いや、いろいろ皆さんのリクエストのものも買いました。すごい、それは本当に。そして、その子さん、やすさんのフォレストガーデン、みんなの場所にね、また植える様子も紹介できたらなと思うので、うちでもこれから植えて、その経過もお伝えしていこうと思うので、楽しみに見てください。皆さんも行ってみてください。みんなで育てるフォレストガーデン、楽しみましょう。ありがとう。バイバイ。